2022年春季リーグ戦、西南学院大学対九州大学第2戦のハイライトです。まずは初回、九州大学の先発は田中。いきなり1番辰巳を見逃し三振、2番溝田にヒットを打たれるも、3番小中を三振、4番安楽はレフトフライに打ち取り、ゼロに抑えます。西南学院大学の先発はリーグ戦初先発の茶屋野。こちらも1番大林を見逃し三振、2番佐藤を空振り三振に取ると、3番則村をショートゴロに打ち取り、初回を三者凡退で終えます。両投手とも素晴らしい立ち上がりで初回を終えました。試合が動いたのは3回表、2アウトから溝田がファーストへの内野安打で、この日2本目のヒット、2つのフォアボールで満塁になり、バッターは平山。レフトへの2点タイムリーヒットで西南学院大学2点を先制します。さらに4回、ノーアウトからフォアボールや井出のこの絶妙なバント、そしてエラーも絡み、満塁から押し出しで1点を追加し、3対0とします。なおもノーアウト満塁で3番主将の小中。しかし4番安楽、5番平山と3者連続三振、9代田中、気迫のこもったピッチングでピンチを切り抜けます。流れに乗った9代、2アウトから4番八幡、5番腹巻の連続ヒット、さらにフォアボールで2アウト満塁、バッターは7番室岡。三遊間を破るレフト前タイムリーヒットで1点を返します。5回の裏、茶屋野がまだまだ見せます。先頭9番翡翠にヒットを打たれるも、1番2番3番をなんと3者連続三振、5回まででこの日8個目の三振を奪います。まだまだ点が欲しい西南は6回表、フォアボールとバントでワンアウト三塁のチャンスを作り、打席には3番小中。しかし鋭い打球を球大のセカンド佐藤がダイビングキャッチ、なかなか点が取れません。7回、球大のピッチャーが田中から藤原へスイッチ、フォアボールとバントで2アウト2、3塁にするも、なかなか1本が出ずに7回までで西南の残塁は13個。その裏、ワンアウト1、2塁からこのプレー、ダブルプレーでピンチを切り抜けます。1のまま試合は最終回へ。8回から投げている球大石川がワンアウトから7番8番と連続三振を奪い、三者凡退、球大に流れを持ってきます。しかし9回裏、最後はショートゴロでゲームセット。茶屋野は9回1失点12奪三振で先発、初完投、初勝利、素晴らしいピッチングでした。次の試合は4月23日、北九州市立大学と試合があります。応援よろしくお願いします。本日の第3試合、西南学院大学対九州大学の試合は3対1、3対1をもちまして